こんばんは、シュンパイロットキヨキヨです。さて、今回の動画はフライトシムのコントローラーに関する動画です。マイクロソフトフライトシミュレーター2024のリリースまで残すところあと1ヶ月を切りました。最近では公式からゲームに関するグローバルプレビューイベントが公開され、来月にはもう来るんだなぁということを実感するようになってきました。それでこのマイクロソフトフライトシミュレーター2024から初めてフライトシムに触れてみようかなと考えている方がいらっしゃるかもしれません。フライトシムを遊ぶ場合、キーボードやマウスで機体を操作することは可能ですが、ゲームコントローラーがあるとより簡単で直感的に機体を操作することができるようになります。ただ最近はいろんな種類のコントローラーがあり、どれを選んでいいかわからないとお困りではないでしょうか。ここで本動画では2024でも使えるおすすめのフライトシムコントローラーをご紹介していきます。まず大前提として、次回作のマイクロソフトフライトシミュレーター2024は現行の2020で互換性を持つ全てのコントローラーが使えると公式は公言しています。なので今回の動画はその中から良いものをピックアップしていきます。初めてゲームを買った方、あるいはフライトシムが初めての方の場合、まずはフライトシムがどんなゲームなのかを感じてほしいので、市販のゲームコントローラーから始めることをお勧めします。マイクロソフト製のゲームなので、可能であれば Xbox のコントローラーを選んでください。 Amazon の場合だいたい7000円ほどで販売されています。コントローラーは有線タイプと無線タイプがありますが、できれば有線タイプをお勧めします。理由は、無線の場合一定期間何も操作していないとコントローラーのバッテリーをセーブするためスタンバイ状態に切り替わるのですが、この時にゲームが一旦止まってしまいます。そして操作を再開するとまたゲームが止まるという現象が発生します。イライラが溜まる原因になるので、それが気になる方は有線タイプを選んでください。パソコンであれば特にドライバーは必要なく、差し込むだけで認識します。もし今後フライトシム用のコントローラーを購入した後でも、ゲーム内のカメラ操作がやりやすくなるので一つ持っておくと結構便利です。ゲームの特徴が分かってきて腰を据えてやりたいなと考えるようになったら、いよいよ専用のコントローラーを選ぶところに入っていきます。フライトシム用のコントローラーはいろんな種類がありますが、だいたい2種類に分かれています。ヨーク型とジョイスティック型です。ヨーク型はボーイング機でおなじみの両手で操作するハンドル型の操縦桿です。一方ジョイスティック型はエアバス機や戦闘機などで採用され、片手で操作できるタイプの操縦桿です。さらにこの中にそれぞれスロットルが一体になっているもの、分離しているものと分けられます。ヨーク型とジョイスティック型、どちらを選べばいいかについては、飛ばしたい機体は決まっているか、コントローラーを置くスペースはあるか、購入資金、だいたいこの3つで決まってくると思います。ボーイングを飛ばしたいようであればヨーク型、エアバスであればジョイスティック型と、好きな機体に合いそうな操縦桿を選んでください。ただヨーク型はジョイスティック型よりもコントローラーが大きくスペースが必要なので注意してください。ジョイスティック型はメンテが簡単で、価格もヨーク型と比べれば安いので、初めて購入する場合の負担も少ないです。ジョイスティック型でおすすめなのが、スラストマスターさんの TCA サイドスティックエアバスエディションです。お値段は動画投稿時点で 12,600 円です。または、ほぼ同じ構造になっている、同じくスラストマスターさんの T16000M の FCS です。これらはコントローラー一つで、操縦桿の操作、スロットルの操作、ラダー操作、各種スイッチの割り当てができるようになっています。パソコンであれば特にドライバーは必要ありません。 PCA サイドスティックはエアバスのサイドスティックに形が似ているので、エアバスを飛ばしたい方には特におすすめです。また TCA と T16000M ともにパーツを乾燥することで両手に対応してくれます。PCA であれば締めでエアバスの機長席に座った状態と同じように左手でコントローラーを操作することができます。個人的にこれが気に入っている点です。
というのも市販されているほとんどのジョイスティック型のコントローラーは戦闘機で使われるような右手で操縦、左手はスロットルというものが多く、左手で操縦できるというのは結構貴重だったりします。 PCA の欠点としては内部の電線の通し方が悪く、コントローラーをひねる操作を何回か繰り返すと劣化が早まって反応しにくくなるという点があります。ただこの点は他の方が直す動画を公開しているので直そうと思えば直せます。購入している人が多いのでこんな感じに壊れた場合の相談もやりやすいのが TCA T16000M を選ぶメリットでもあります。もし TCA を購入しまだお金に余裕があればスラストマスター製 TCA クワドラントエアバスエディションを購入することでジェット機体におけるスターターキットが完成します。エンジンの数が2機から増えない限りこの構成でエアバス以外のいろんな機体が飛ばせるようになります。お値段もセットで買えば 28,000 円と安く済みます。ギアレバーやフラップ、スピードブレーキ、パーキングブレーキを操作するためのモジュールを追加したり、 TCA クワドラントをもう1個購入して4発のエンジンに対応したりと後から拡張することもできます。 Xbox で使えるモデルもあるので初めて飛ぶ際のコントローラーとして個人的におすすめです。戦闘機系を飛ばしたい場合はスラストマスターさんの T16000M TWCS スロットルを組み合わせるか、ロジクールさんの X52 などがおすすめです。 X52 はもう手に入れるのが難しくなってしまったプロフェッショナル版を持っているのですが、今買うのであれば白い方のコントローラーがだいたい4万円で販売されています。パソコンとの接続はジョイスティック側をスロットルにつなぎ、スロットル側にあるUSB をつなぐというやり方です。専用のドライバーを入れることでジョイスティックとスロットルの調整ができますが、特になくても2020で認識はしてくれました。この X52 の特徴としてはとにかく軽さです。 TCA と比べて軽い力でコントローラーを操作することができます。ひねってラダー操作することも可能です。スロットルに関しては日本人の手ではちょっと大きく奥側に多数のスイッチが配置されているのですが、操作するために手を前にずらす必要があったりとちょっとした工夫が必要です。ただコントローラーに用意されているボタンの数は多いので割り当てに困ることは特にありませんでした。私の場合2機以上あるエンジンを独立制御できないということで使用をやめてしまいましたが、それに対応できる X56 というコントローラーもあるので、ちゃんとやりたい方はこちらの方がおすすめかもしれません。ヨーク型でおすすめなのはタートルビーチさんのベロシティ1フライトユニバーサルコントロールシステムです。ボーイング系の両手で持つコントローラーで、その右側にはトリムを操作したりスロットルをコントロールできる白いレバー、さらにセスナなどのプロペラ機でよくあるスロットルやプロペラ、ミクスチャーレバーがあります。ユニバーサルコントロールシステムはマイクロソフトフライトシミュレーターに収録されているあらゆる機体をこれ一つで操作可能な万能タイプなコントローラーです。その分お値段は 52,500 円と高いのですが、何でも操作できるというのが魅力的です。 Xbox 公認商品なのでコンソール版でも使えます。ヨーク型のコントローラーはパソコンの正面に置くことになるので、キーボードとマウスが操作しにくくなってしまいますが、フライトシム用のスペースを確保できる場合、このコントローラーを選んでみてはいかがでしょうか。どうしてもボーイングが好きでたまらない方には、スラストマスターさんに PCA ヨークパックボーイングエディションというコントローラーがあります。商品説明によると、ボーイングの公式ライセンスを取得しているレプリカで、実機体のヨークの動きを再現できる代物になっているようです。ただお値段は 77,000 円。スロットルを操作できるコントローラーも一緒についてきますが、初めて購入する方にはちょっと躊躇する値段設定になっています。このコントローラーも Xbox コンソールに対応しています。ここまで飛行機の操縦に使えるコントローラーを取り上げてきました。ただフライトシムは飛行機の他にヘリコプターも操縦することができるゲームです。ヘリを操縦する場合ジョイスティック型のコントローラーだと
左右にひねってペダルを操作する必要があり、長時間操作すると手首が疲れてきます。なので別途ラダーペダルを用意しておくと疲れも軽減してくれるし、操作もやりやすくなります。飛行機の操縦もペダルがあることでリアルな操作が可能になり、足を動かすのでちょっとした運動にもなります。ラダーペダルは操縦桿のコントローラーと比べると買う人が少なく、その分購入費用は高めです。 Amazon で購入することができるラダーペダルはスラストマスターさん、ロジクールさん、タートルビーチさんの3社です。この中で一番安いのがスラストマスターさんで、22,000円で購入することができます。次がロジクールさんの28,000円、最後がタートルビーチさんの49,000円です。この中で私が持っているのはロジクールさんのラダーペダルです。これを選んだ理由は、購入当時タートルビーチさんはなかったので除外すると足の幅で購入しました。スラストマスターさんは確かに安いのですが、足の幅が狭く窮屈になりそうだと感じたので購入を見送りました。それが気にならない方はスラストマスター製を購入してもいいと思います。一番高いタートルビーチさんの場合は幅が調節可能な仕様になっているので、足の幅で悩む必要はなさそうです。同社のユニバーサルコントロールシステムと組み合わせれば XBOX にも対応してくれます。ロジクールさんのペダルに戻って、このペダルは長さを変えることができたり、真ん中にあるテンションを調節することで抵抗を増やしたり減らしたりすることができます。コントローラーの作りはとても頑丈です。欠点としては踏むと動いてしまうことです。私の場合はペダルの前の方に支えをかまして動かないようにしています。ラダーペダルはシンプルなコントローラーですが、あれば機体が制御しやすくなり、実機を操作している感じが増すのでおすすめです。最後に個人的に推したいコントローラーがハニカム製のブラボースロットルクアドラントです。これはスロットルだけのコントローラーで48,000円と高価ですが、これ一つでオートパイロットの制御、ギアレバー、トリムの操作、ライトの制御、フラップ、最大6つまでのエンジンを独立制御することができます。私の環境ではこのコントローラーと最近購入したエアバス型のジョイスティックを組み合わせて飛んでいます。6つの要素が独立制御できるので、スロットル、プロペラレバー、ミクスチャーを各2つ持つ機体からボーイング747までこれ一つで簡単に制御可能です。ギアレバーもこのように操作できます。オートパイロットは左側で速度や方位、高度を選択し、右側のノブを回すと変更や調節ができます。オートパイロットの各コマンドも操作可能です。マイクロソフトフライトシミュレーターの場合、ドライバーを入れることによって機体の状況に合わせた LED が点灯します。スロットルはボーイングタイプになっていますが、公式側でエアバスのスラストレバーに合わせたアクセサリーが販売されていたり、サードパーティー製のアクセサリーがあったりと、カスタマイズの幅は豊富です。スロットルのコントローラーの中では万能タイプになっているので、個人的におすすめします。マイクロソフトフライトシミュレーター用のコントローラーについて代表的なものを取り上げましたが、どれか欲しいものは見つかったでしょうか。これ以外にも良いものはたくさんあります。もしこれがおすすめだよというものがあれば教えていただけると幸いです。ここまで見ていただいた皆さんにちょっとしたものを用意しました。今回ご紹介したコントローラーはすべて Amazon で購入することができるものなので、 Amazon ギフト券5,000円分を抽選で5名様にプレゼントしたいと思います。全員分はちょっと無理でした、ごめんなさい。このギフト券でコントローラーの購入資金にするのもよし、他のものに使っていただいても構いません。普段動画を見ている方へ私からのささやかなお礼です。抽選は11月2日土曜日の午後8時15分に行う予定の配信にて行います。応募方法は動画概要欄にあるフォームに名前とギフト券を送るためのメールアドレスを記入してください。応募の締め切りは11月2日土曜日の朝8時までです。いただいた情報はこの抽選にのみ使用し、終了後は削除します。もし抽選で同じ人に2回当たった場合、大変申し訳ありませんが再抽選とさせてください。
皆さんの応募をお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。